ロンドン議会は、イギリスの首都、ロンドンの議会、大ロンドン庁の一部をなし、ロンドン市長の活動を監視する。3分の2以上の多数をもって、市長の提示した年間予算を修正する権力を有する。また、ロンドン市民にとって、重要な他の問題を調査し、それにより発見した事項を及び勧告を公表し、市長に定義することができる。タワーブリッジの近く、 テムズ川南岸のシティホールを拠点とする。ロンドン議会は比例代表制の一種である、小選挙区比例代表併用制によって選出される25名の議員から構成され、市長の任期と同じくして4年ごとに改選される。1選挙区につき1名を定数とする14の小選挙区とロンドン全体を一つの比例区として、得票数に応じて政党名簿から選出する。 高速名簿式比例代表制による定数が11、ある。比例区においては、議席を獲得するためには最低でも5%の得票率を必要とする。議会議員は、氏名の後ろに AM の称号を有する。ロンドン議会議員の年収はおよそ5万4000ポンドである。議長は、毎年議員の中から選出される。2011年現在のロンドン議会議長は、 ジャネット・アーノルド。2000年に設置されて以降、W ・デビッド・ラミー、W ・メグ・ヒリアー、W ・ディアナ・ジョンソン、W ・アンドリュー・ペリング、W ・ボブ・ニール、W ・アンジー・ブレー、ボブ・ブラックマン、W ・エリック・アレレン・ショウ、W ・リン・フェザーストーンの9名のロンドン議会議員は後に英国会議員として当選を果たしている。ありがとうございます。